今回はデジタルミニマリストを紹介していきます。デジタルというのはこの本では主にスマホ、SNS をメインに取り上げています。そしてミニマリストというのは近年流行してきた生き方のことで、自分の持ち物を最適化させて必要なものしか持たない人のことです。この本はざっくり言うと、デジタルでミニマリストになる、スマホ、SNS などの使い方を最適化して自分が必要なツールだけを使おう、てかもういっそスマホなんかいらなくねっていう本です。ではなぜ便利なはずのスマホを手放すのかという発想になるのかなんですが、 Twitter、インスタなどを見ていたら1日が終わってたとか、やるべきことがあったはずなのにスマホをついつい見ちゃうみたいな人はいませんか？ほとんどの人がその現象に陥ったことがあると思いますが、それは意志が弱いとか自制心がないというわけではないんです。例えば勉強するつもりだったのにツイッターを見てしまうというのを例に挙げましょう。前に紹介したヤバい集中力という本にも書かれているのですが、人は報酬よりも報酬の予感がするときに幸福を感じます。では SNS のどこがヤバいのかというと、いいねがヤバいんです。いいねこそ報酬の予感の正体です。たびたび問題になるパクツイだったりとか、 YouTube のコメント欄で〇〇だと思った人みたいなのを見たことがないですか？あれがまさにそうです。ここで恐ろしい話をします。Facebook の初代 CEO があるイベントで言った言葉です。Facebook を先駆とするこういったアプリ開発者の思考プロセスは、どうしたらユーザーの時間や注意関心を最大限奪えるか。自分の投稿にいいねやコメントがつくと、ユーザーの脳内にわずかながらドーパミンが分泌される。これが一番手っ取り早い。つまり先ほども話した通り、つい SNS をやってしまうとか、やめたいのにやめられないという現状に陥っている人は、意志が弱いわけではなく、タバコなどと一緒で中毒にさせられているのです。じゃあどうすればいいのかということですが、やめたいと思わなければそれは趣味として続けてもいいと思いますが、やめたいと思うのであれば本書に書かれている方法を試してみるのがいいと思います。いっぱいあったのですが、僕的に一番いいなと思ったのは置き換えです。SNS をやめるぞと決心してやめても、代わりにやることがなければ暇になってしまう。退屈であることを人間はものすごく嫌うので、その退屈を埋めようとしてまた SNS を見るようになってしまうでしょう。なので大事なのは、 Twitter をやめて代わりにその時間〇〇をしようと決めることです。偶然にも僕は全く同じ方法を使って Twitter から読書や動画撮影をする時間に置き換えました。つまりこのチャンネルは Twitter をあのまま続けていたらできていなかったことになるので、かなり有意義な置き換えになったと感じています。明確な目的を持っていない限り、 SNS をやればやるほど不幸になる可能性が高いです。もしデジタルミニマリストになりたいとか、スマホの使い方に悩んでいるという人は、ぜひ本書も読んで役立ててみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。